ギュスターブ・ジュレ・ギュスターブ・ジュレは、フランスの心霊研究家、モンソー・レミーヌ出身。リオン大学を主席で卒業後、アヌシーで医師として開業、長年にわたって著名な医師として活動した。しかし1918年に、パリで国際刑事学協会が設立されると、以前から霊魂と物質との間の相互作用に強く、関心を抱いていたこともあり。 医師を廃業して東海に参加し、初代会長となった。当時の著名な心霊研究家であるシャルル・ロベール・リシェ、カミリー・フラ・マリオンらとも交友を結んだ。1920年代以降、リシェと共に物質化現象についての広範囲な調査を開始。エクトプラズム写真撮影などで史上最も結出した霊媒と言われるフランス人女性のエバカリエールらを対象に、 物質化現象を詳細に研究し、エクトプラズム研究に貢献した。後には、パリの国際心霊研究所の所長も務めた。気難しい面もあるものの、勤勉な性格であり、心霊現象研究協会の会員である、オリバー・ロッチの娘によれば、ジェレは、とても仕事熱心で、いつも、書斎で執筆しているか、高齢会に参加しているかのどちらかだったという。 1924年にポーランドのアルシャワで高齢会に立ち会った後、その木との航空事故で死去した。ありがとうございます。